分子コーラム乾燥速報最新717話流星の場所乾燥速報。皆さんこんにちは、宮司のコーランです。おかげさまで当チャンネルの登録者がついに5万人を突破しました。キングダムで5万人といえば合唱軍事の官軍の総数と同じですので、ようやく大将軍の座が見えてきたような気がします。このチャンネルがここまで来られたのは応援してくださっている皆さんのおかげです。これからも頑張っていきますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。ということで今回は最新717話流星の場所乾燥速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。蝶の大群に完全包囲され、一斉攻撃にさらされている連合軍。そんな中、李信は戦場の中に、戦況を変える大英の火種を見つけ、その火種のくすぶる場所に向かうべく、飛信隊全員に移動命令を下しました。一体李信は、戦場のどこに火種を見つけたのでしょうか？考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. 李信の決断理由。李信は戦場に火種を見つけると、即断即決で飛信隊全員に移動命令を下します。しかし、火曜天をはじめとした飛信隊の面々は、彼の命令の意図が理解できず、困惑します。李信は彼に抗議する火曜天へ、未だに援軍を送ってこない漢騎軍を守り続ける義理はない、という感情論と、漢騎は今増援を送っても意味がないと考えているのだろう、という推論を並べて、火曜天に決断の理由を説明します。こうして李信の推論を聞くと、彼は漢騎を嫌っていると同時に、彼の実力を冷静に高く評価しているというのがわかりますよね。2. 移動の理由。李信は、右の戦場で戦い続けても劣勢は覆らないと断言し、加えて、戦場の中に大変な火種となり得る場所を見つけたので、その火種を活用できれば、戦況を好転させられるかもしれない、と語ります。李信は、未だ移動に難色を示す火燎天に対し、火燎天の目をまっすぐに見据えて、自分を信じろとだけ告げます。火燎天はその言葉を聞いて押し止まるも、李信の命令に従い、軍師として隊員に移動の号令を発しました。火燎天からすれば、李信は自分の大将というだけでなく、自分が惚れている相手でもあるので、彼に見つめられながら黙って従えと言われたら、拒否なんてできませんよね。3. 移動開始。李信は火燎天の同意を得ると、飛信隊の移動に関する指示を各部隊へと通達していきます。とはいえ、看護の中でも彼は思ったことを口に出す性格のためか、未だに目的地を公言しない李信に、どこへ向かうつもりなのかを問いますが、李信は彼の疑問に答えずに、黙ってついてこい、とだけ叫びます。元兵庫兵だった彼なら、本能型の将が、戦場で具体的な説明をしないことを知っているはずなのですが、元主の兵庫と比べて、李信の本能型としての力が弱かったために、彼の中では、李信が本能型だという認識が薄かったのかもしれませんね。4. 壁の感動。飛信隊は持ち場を離れると、李信を先頭にして戦場の横断を開始し、壁軍が戦っている連合軍の中央正面の戦場へと姿を現します。壁は、前回ナジャラ族に窮地を救われた後、数人のナジャラ族に守られながら、崩れかけた軍を立て直そうとしていましたが、そんな自分たちのもとへ、李信が自ら軍を率いて近づいてくるのを見て、弟分の李信が自身の窮地を救うために駆けつけてくれたのだと思い至り、思わず目を潤ませながら、近づいてくる李信に声をかけようとします。しかし、当の李信は壁軍を救うどころか、壁に視線を向けることすらせず、壁軍の担当戦域をあっという間に駆け抜けて、そのまま消えてしまいます。李信の見つけた火種の場所が、壁軍の担当戦域でないのなら、彼が壁を助けないのも仕方がないと思いますが、それでも李信は、苦戦する壁に対して激励くらいしてもよかったのでは？ 5. 各将たちの反応。壁以外の秦、趙両軍の将たちは、連合軍の右側の守りが瓦解した様子を見て、飛信隊が意図的に自分たちの持ち場を放棄したことを知ります。趙軍の将たちは驚くものの、まだ李信の意図がわからないためか、飛信隊の動きを注視して、
警戒を強めるだけにとどめています。一方寒気群ではまずマロンが右側の守りが一気に崩れたことに驚き、さらに飛信隊が将である李信を先頭にして戦場を移動する姿を見て、李信が意図的に持ち場を放棄したと気づくも、その意図が理解できずに声を荒げます。知略型のマロンが本能型の李信の行動意図を理解できないのは仕方がありませんが、それでも大参謀を辞任する彼が戦の最中に取り乱すのはいかがなものでしょうか。対照的に関羽は右の守りが崩れた時点でその原因に気づいている様子でしたし、彼は李信の覚醒をいち早く察していたようですね。前回関羽が焦っていなかった理由が、彼が李信の覚醒を待っていたからだったのかは現時点では不明ですが、少なくとも関羽がこの戦場にいる誰よりも李信の将としての戦い方を理解していたというのは間違いなさそうです。6. 飛信隊の目的地。壁軍が戦域を素通りし、なお馬速を緩めることなく駆け続ける李信を見て、彼の後を追う飛信隊の歩兵たちは自分たちの目的地がどこなのか気づきます。李信が目指していた大炎の火種がくすぶる場所というのは、なんと飛信隊の持ち場の逆側に位置する連合軍左側の爆火群だったのです。李信が目的地へたどり着くと、すぐさま隊員たちに爆火群を襲っている徴兵たちの排除を命じ、左の戦場での戦闘を開始します。飛信隊と戦っていた徴軍は移動する彼らの追撃を試みていたものの、飛信隊があまりに遠くへ移動したため追撃部隊の担当範囲から彼らが出てしまい、飛信隊と戦っていた徴軍は彼らの追撃を諦めて自分たちの持ち場へ戻っていきました。そのため学科軍のいる左の戦場では新兵の数のみが増えたことになり、この戦域における両軍の戦力比は連合軍に有利な状況へと変化したのです。7. 学科軍との共闘。李信は周囲の長軍を片付けると、モウテンに自分たちが独断でこの場へ来たことを告げ、自分は左の戦場に大炎の火種を作るつもりなのだと説明します。モウテンは連合軍が全戦域で敵に数の有利を取られている状態から、飛信隊が左の戦域に現れたことでこの場だけ戦力比が好転したことを踏まえて、李信の独断による行動は李牧の裏をかける唯一無二の方法だったと評価します。モウテンの言葉通り、実際に李信の行動は李牧の想定を超えていたらしく、李牧は李信の動きを見てまるでヒョウコウと戦っているようだと漏らします。かつて李牧がヒョウコウを本能型の極みだと評したことを踏まえると、彼は今李信のことをどれほど高く評価しているのかが伺えますよね。8. 今週の注目ポイント。今週私が気になったポイントは関羽軍の対応です。関羽は右の守りが崩れた時点で李信の狙いに気づいていたようですが、それでも彼は関羽軍を全く動かさず状況を静観し続けました。その結果関羽軍は右の防壁を失い、趙軍の攻撃にさらされることになりましたが、もしやこの展開すらも関羽の思惑通りなのでしょうか。この後関羽軍が敵襲に対してどう動くのか気になるところです。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になったなどありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。